アイテム番号 SCP-93JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ユークリッド。特別収容プロトコル。現在、SCP-93JP は、対象を中心とした周囲最低200メートル以内の土地を高さ2メートル以上の有刺鉄線付きの金網柵で封鎖することによって収容されています。また、SCP-93JP の出入り口にはステンレス製の隔壁が設置され、いかなるセキュリティクリアランスを与えられている職員も対象への侵入を許可されません。この封鎖について一般に公開している情報には、トンネルの老朽化による崩落の危険性、という内容のカバーストーリーが適用されています。担当職員は SCP-93JP の付近を常時監視し、部外者の侵入を発見した場合は、早急に対象を退場させてください。部外者が何らかの手段を用いて、SCP-93JP の内部に強引に侵入した場合、隔壁を封鎖して対象を隔離してください。対象が救助を求めた場合、それに応じる必要はありません。また、一般人に擬態している未確認の SCP-93JP1 が存在する可能性が想定されているため、現在も捜索が続けられています。説明。SCP-93JP は、1930年に鉄道株式会社が、県、市に建造した旧、トンネルであり、線の路線区画の一部に使用されていました。しかし、1971年に発生した事故により、1975年に路線区画は全線廃止となり、SCP-93JP も同時に廃棄されました。また、現在までに財団が発見した SCP-93JP の出入り口は、旧、駅側のみです。反対側の旧駅側の出入り口は本来建造された地点から完全に消失しており、建造及び解体された痕跡も残っていません。この現象がいつ、どのように発生したのかは現在不明です。SCP-93JP の通路は横幅 3.0 メートル、高さ 4.2 メートルであり、壁や床は一般的なコンクリートから構成されています。SCP-93JP の内部は常時湿度が 94% 前後に保たれており、奥から風速 1.4 メートル前後の緩やかな風が吹いています。SCP-93JP の内部には約100メートルごとに非常時のための避難所が建造されていますが、これらは壁に 1.0 メートル ×1.0 メートル ×1.2 メートルの直方体型の穴を設けただけの非常に単純な構造のものです。SCP-93JP の特筆すべき特異性は、人、以下、被験者と記載が対象の内部の奥へ直進し続けた際に現れます。被験者が SCP-93JP の内部の奥へ直進し続けると、ある地点から出入り口の方向へ引き返すように進み始め、結果的に被験者は出入り口に戻ってきてしまいます。被験者自身及びその観察者には、被験者が進む方向を転換するような動作は感知できません。この現象が発生する原因としては、SCP-93JP の内部で空間異常が発生している可能性等が考えられますが、正確には特定できていません。また、SCP-93JP の本来の全長は 0.84km であるのにもかかわらず、現在の対象の全長は最低でも約 4.5km まで拡張されていることが判明しました。SCP-93JP の特筆すべき特異性は、人、以下、被験者と記載が対象の内部の奥へ直進し続けた際に現れます。被験者が SCP-93JP の内部の奥へ直進し続けると、被験者と同じ外見や特徴を持つ SCP-93JP1 と呼称される存在が出現し、対象は SCP-93JP の出入り口へ向かって移動し始めます。この際、被験者は例外なくそのまま失踪し、被験者が SCP-93JP の外部の人物と何かしらの手段で通信を言っていた場合、その通信は SCP-93JP1 に引き継がれます。この現象が発生する地点及び瞬間は、
現在までに行われたどの探査記録からも特定できていません。SCP-93-JP-1 が被験者と異なる存在であると特定できた理由としては、対象の脳や心臓の組織の老化の進行具合からして、数年では新陳代謝が通常起こらない細胞がすべてほぼ同じ時期に生成されていたこと等が挙げられます。この事実は、SCP-93-JP-1A の残骸を解剖及び分析した結果から判明しました。SCP-93-JP-1 は、被験者と外見や特徴が酷似する人型の生物あるいは物体です。SCP-93-JP-1 は被験者の性格、記憶、意識的行動の傾向や、被験者が所持あるいは装着していた物品等を引き継ぎますが、前者については細かい箇所で違いが見られる場合があります。SCP-93-JP-1 が他の人物にその違いを指摘された場合、対象はそれをごまかそうとその人物に対して説得を試みます。しかし、その指摘が明確であり、矛盾を含まない説得を行うことが困難であった場合、対象は活性化します。活性状態となった SCP-93-JP-1 は著しく知能が低下し、非常に凶暴かつ敵対的になります。活性状態の SCP-93-JP-1 は眼下、外耳道、鼻孔、口、毛包み、傷口、肛門、生殖器等から粘性を持つ赤紫色の液体を噴出します。この粘液は未知の分子と酸素かヘモグロビンから構成される混合物であり、有機物に対して非常に高い腐食性を持ちます。しかし、SCP-93-JP-1 自身の身体もこの粘液に対する耐性を持たないため、活性化から約30分ほどで完全に活動を停止し、粘液の噴出も止まります。また、非活性状態の SCP-93-JP-1 の身体の組織及び器官は通常の人とほぼ同じ様に機能しているのにもかかわらず、対象の身体を構成する細胞の染色体の構造は被験者のそれとは明確に異なり、かつそれは一般的な人のものよりも、データ削除済みに近いものであると判明しています。POI-93-JP-1SCP-93-JP の存在を最初に感知したのは、のトンネル、という都市伝説について調査を行っていたエージェント、とエージェント、コージです。エージェントらは SCP-93-JP を発見した後に対象の内部を探査し、対象の特異性について財団に報告しました。その後、SCP-93-JP は財団によって異常なく収容されました。また、その後も3名の D クラス職員によって探査が行われ、さらに研究員2名が自ら直接探査を行いましたが、最初の探査の結果以上のことは一切判明しませんでした。探査記録 93JP-01 日付2003-4-5対象 SCP-93JP 実施方法この探査は、SCP-93-JP の確保前にエージェント、とエージェント、工事によって行われたものです。当初、探査は無人小型探査機を用いて行われましたが、探査中に探査機への信号が届かなくなったため、エージェント、が SCP-93-JP の内部に直接侵入しての探査が実施されました。エージェント、は懐中電灯、映像送信機能付けハンディカム、長距離用トランシーバー、通信中継機2台を携帯して SCP-93-JP の内部の奥へ直進し、エージェント、コージは対象の外部からトランシーバーを用いて彼と通信します。録音開始、17時0分。こちら、エージェント、コージ、聞こえるか?ああ、通信状態は良好。ここに、さっき送った小型探査機が落ちているな。どうやら、トンネルの緩やかなカーブのせいで電波が遮られていたみたいだな。代わりに俺がトンネルの奥へ進んでみる。ああ、そうしてくれ。一応聞くが、内部の様子はどうだ?入り口の付近では気づかなかったが、妙にジメジメしてるな。それと、緩やかだが、風が流れてきている。反対側の出口の近くに川があるのか?いや、それにしては風がぬくいな。そもそも、
反対側が本当にあるのかどうかもはっきりしていないが、それと、トンネルそのものの状態はどうだ？ボロボロだ。ところどころカビが生えている。あと、100メートルくらいごとに穴がある。多分、避難所として使われていたものだ。そうか。先へ進んで、何か変わったことがあれば、すぐに報告してくれ。了解。約15分経過。こちら、エージェント、コージ、まだ、変わったことはないか？ああ、特にない。ブルーシートや鉄柱なんかをいくらか見つけたが、昔使われていたものだろう。だが、だんだん霧が出てきたな。かなり湿度が高いようだ。服が肌に張り付いて、嫌な気分だ。あと、通信状態がだんだん悪くなってきたな。そうか。じゃあ、通信中継機をそこに1台設置して、先へ進んでくれ。了解。約20分経過。こちら、エージェント、霧がひどくなってきやがった。1メートル先もよく見えない。そうか、他に異常はあるか？いや、特にないな。しかし、ジメジメしてるのと、緩やかに風が吹いているので、なんだか近くに何かがいるみたいに思えてくるな。気味が悪い。そうか、あと、もう10分ほど進んで異常がなければ、引き返すとしよう。ともかく、慎重に先へ進んでくれ。了解。一応、ここにも通信中継機を設置しておく。わかった。約10分経過。こちら、エージェント、コージ、まだ、変わったことはないか？特にはないな。そうか。じゃあ、そろそろ出入り口に引き返した方がいいと。いや、もうちょっと進んでみる。その必要はないさ。明らかにこのトンネルは長すぎる。これだけでも、異常なオブジェクトとして承認されるのに十分だ。なあ、戻ってこい。いや、大丈夫さ。まあ、もうちょっと待っとけ。なあ、正気か。仮に、このトンネルに他に異常があったとして、それにわざわざ遭遇しに行くのか。賢明な判断とは俺には思えないぞ。俺は正気さ。ただ、ここまで来ると、奥に何があるのか気になってしょうがないんだ。何、すぐ戻る。おい、クソ、バカ野郎が。約5分経過。こちら、エージェント、コージ、おい、いい加減に。なあ、おい、ちょっと待ってくれ、これを見てくれ。これ。ああ、待ってくれ、今、カメラを向ける、ほら、これだ。なんだ、落書きか、人、のように見えるが。ああ、女の子の姿みたいだな。しかも、ペンキやスプレーじゃないな、シミみたいだ。輪郭があるわけでもないし、誰かが故意に描いたものでもなく、自然にできたものかもしれない。とにかく、趣味の悪い代物だ。ああ、わかった。もう十分だ。いい加減、戻ってこい。そうだな、あれ。どうした？向こうに何か白いものがあるな。ちょっと見に行ってみる。おい、大丈夫か？どうした？それより、これを見てみろ。俺がさっき設置した通信中継機だぞ。通信中継機、一般人か。企業の奴らが設置したものじゃないのか？いや、間違いなくさっき設置した通信中継機だな。型番も同じだ。もしかしたら、空間に異常が起きているのかもしれない。だとしたら、直進すればそっちに戻れるってことになる。ほんとか？仮に空間異常だとして、方向はわかるのか？ああ、風の向きが逆だ。こっちで間違いない。ちょっと待て。今、サイト、81。に応援を要請する。その必要はない。大丈夫。すぐに戻ってくるから。おい、おい、クソ、ふざけすぎだ。約30分経過。途中で最初に設置した通信中継機を発見。重要性が低いため、省略。こちら、エージェント、明かりが見えたぞ。多分、外だ。おい、俺が見えるか？ん、ちょっと待て。ああ。懐中電灯の光が見える。なあ、戻ってこれたろ？確かにそうだが、はあ、まあいい。さっさと戻ってこい。報告するぞ。録音終了。18時23分。この後、エージェント、
工事からの報告を受けた。上席研究員の提案により、エージェントが SCP-93JP による精神影響を受けていないかを調べるための精神検査が行われましたが、特筆すべき異常は見られませんでした。ポイ 93JP2 二重サイト81のカフェテリアにおいて、エージェント、工事がエージェントに擬態した SCP-93JP-1A と言っていた個人的な会話が原因となり、SCP-93JP-1A が活性化しました。その結果、周囲にいた2名の職員が SCP-93JP-1A によって殺害され、エージェント、工事を含む4名の職員が SCP-93JP-1A から噴出した腐食性の粘液によって重傷を負いました。その後、SCP-93JP-1A は機動部隊ロ、5、陰陽師によって処分され、対象から噴出した粘液はステンレス製の廃液保管容器を用いて廃棄されました。インタビュー記録 93JP-01、日付20、対象、エージェント、工事。インタビュアー、竹内研究員。吹き。このインタビューは、上記の事案が発生してから2週間後に行われたものです。この間、事案の発生によって存在が判明した SCP-93JP-1 の性質に関する研究が行われていました。エージェント、工事は事案の発生後、SCP-93JP-1A から噴出した腐食性の液体を浴びた影響により、右上腕の一部が腐敗していたことが判明したため、右腕の切除手術を受けました。録音開始。こんにちは。手術を受けてから、体の調子は大丈夫ですか？ええ、なんとか。それでは、インタビューを始めます。質問に答えてください。ええ。あなたは確か、エージェントと同じ職場で働いていたのですよね。あなたが県の監査を終えてからのエージェント、すなわち SCP-93JP-1A の様子について教えてください。ええ。あの探査が終わった直後は、特にあいつがおかしいなんて思っていませんでした。そりゃ、あいつの行動の勝手さにうんざりはしましたが、何かの精神汚染を受けているとは全く思いませんでした。なるほど。それでは、その後も特に変わった様子はありませんでしたか？いえ、はっきりとではありませんが、あいつが、以前とどこか違っているとは感じていました。それは、具体的にどのようなものでしたか？正確に答えるのは難しいのですが。わかるように説明できる程度のことで結構です。そうですね。最初のうちは、気に留めるほどのことは特にありませんでした。でも、何ヶ月か経つうちに、だんだんおかしいと思うようになりました。細かい癖が変わってきたり、あんなにうるさいやつだったのに、あまり喋らなくなったり、1年経つ頃には、奇妙なことを話したりもしました。それは、どのようなことですか？例えば、財団が行う実験と生贄の儀式の関連性だの、データ削除済み、は死者の呼び戻しに等しいだの、ともかく気持ちの悪くなるような、バカバカしい話ばかりでした。なるほど、彼自身には、そのことについての自覚はありましたか？わかりません。でも、あの時、あいつとカフェテリアで食事をしていた時、俺はふと、そのことについて聞いてみたんです。彼はどのように反応しましたか？最初のうちは、なんだよ急に、とか、バカ言うなよ、とか言って、軽く受け流す素振りを見せていたのですが、それでも腑に落ちない俺は、あいつを問い詰めたんです。そしたら、突然、黙り込んでしまったんです。黙り込む、それは前触れもなくですか？そうです、あの時。あいつはずっと目を開いたまま、数十秒間は何も喋りませんでした。さすがに私もおかしいと思い、じゃあ、仕事があるから、と適当に言って、その場から静かに立ち去ろうとしました。でも、次の瞬間、
あいつはガタガタと震え始めた上に、あの気色悪い粘液を口や目から垂らし始め、こちらをじっと見つめてきたんです。私は拳銃を取り出し、あいつの方向に構えようとしましたが、気づいた時には、あいつはもう俺の目の前にいました。俺はあいつの粘液を腕に浴び、激痛が走りました。あいつ自身の顔も、溶け出してぐちゃぐちゃになっていました。俺は拳銃で応戦しながら必死に逃げ、機動部隊に連絡しました。なるほど。そして、他の職員も巻き込まれたと。あれが、あのトンネルが、あいつを変えてしまったんです。徐々に狂っていったのか、トンネルを出た時にはすでに変わってしまっていたのか、俺にはわかりませんが、俺が探査の時、あいつを引き止めていれば、あいつはあんな風にはならずに済んだのに、クソ。それについてなのですが、SCP-93JP-1A の残骸を解剖して精査した結果、SCP-93JP-1A の身体はエージェントのそれとは異なることが判明したのですが。え、それは、つまり、SCP-93JP-1A は、SCP-93JP の内部から生成された全区別の存在であり、エージェントが変質したものではない可能性が非常に高いということです。そんなバカな。じゃあ、俺はあれ以来、ずっと。エージェント、コウジ、大丈夫ですか？そうだ、よく考えてみれば、あいつはずっと、真似ていたんだ。記憶も、性格も、表情も、俺のそばでずっと、あいつの中にはあいつが、彼女が、あの子が、おえつ。エージェント、コウジ、おい、早くブザーを。録音終了。終了報告書。エージェント、コウジは、自分が理解していた前提と私の発言の内容との食い違いによって混乱してしまったのでしょう。SCP-93JP-1A の残骸は焼却し、エージェント、コウジにはクラス A の記憶処理を施してください。また、他の SCP-93JP-1 については、親族及び一般の関係者に記憶処理を施した上で、すべて処分することとします。以上。この後、SCP-93JP の内部の探査に当たった全職員に対して DNA 鑑定を行った結果、全員が SCP-93JP-1 と入れ替わっていたことが判明し、全員が SCP-93JP-1B、F に指定された後に解雇及び処分されました。また、エージェント、コウジにはクラス A の記憶処理が施されましたが、その後も精神状態は悪化し続け、職場に復帰した3日後に自ら手首を切断して失血死を遂げました。ポイ 93JP-3SCP-93JP のオブジェクトクラスがユークリッドに再分類されて以来、対象の収容を担当する数名の職員より、隔壁の内側から隔壁を叩く音が聞こえる。隔壁の内側から、少なくとも10人以上の男女が助けを求める声、あるいは10歳前後の少女の金切り声が聞こえる。と、数件の報告がなされました。そのため、2015-5-22Dクラス職員によって隔壁の付近に範囲を限定しての調査が行われましたが、隔壁の内側にそのような痕跡は見つかりませんでした。SCP-93JP-1A から F と入れ替わった6名の職員については、現在も行方不明のままです。これらの職員を捜索するために、SCP-93JP の内部を再度探査する計画は、現在までありません。